listening to Shibuya Cross FM. せーの、こんにちは。始まりました、代々木のサンセットパラダイス。この番組は代々木女子音楽院がここクロス FM でサンセットタイムのひとときをゆるーく楽しく、時には時事ネタや情報発信の街渋谷らしい、ま、話なんかも混ぜたりしながらお届けします。皆様、このひとときをどうぞ楽しんでください。それでは今日はこの曲からお届けします。代々木女子音楽院でウィンターマジック。自己紹介します。せーの、はい、私たち、はい、私たち代々木女子音楽院です。はい、自己紹介します。紫担当、杉浦月奈です。はい、白担当の中島明子です。はい、オレンジ担当、鈴木きららです。はい、水色担当、佐々木美代です。本来は、ピンク担当の森山含め5人で活動しています。よろしくお願いします。お願いします森山含め森山含めって言われたっけ。最後ごめん
森山さん間違ってないですよね。お願いします。お願いします。ごめん、グダグダ。好きなが最初グダっちゃったから言って言ったつもりだった。森山だった。ごめんけどね。まあ、触ってはいるね。そうだね、間違ってはない。はい、ということでね、改めて秋も深まってね、もう冬の季節になってきましたけれども、うん、みんな、でも今日さ、比較的暖かいんだよね。そう、あ、そうなんだ。でもなんか、結局寒いかも。うん、なんか夜は寒いかも、うん、お昼っていうか、日が出てる時に、うん、あ、そう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 、あったかかったから、うん、でもなんかさ、後で遠征の話もちらっとするけど、うん、なんか冬感じたのが、さ、移動する道中でさ、うん、富士山見えたじゃん、うん、え、雪かぶってたよね、うんうんうん、確かに、そう、だから、あ、もうそんな季節なんだと思って、うん、そうそうそう、冬感じました。冬感じました。冬感じました。でもなんかさ、スタバとか行くとさ、もうホットしか飲まなくなったの。確かに、うん、そういうの、いちごが出るとそうそう、うん、冬なんだなって思う、うんうんうん、そうだね、確かに確かに。あとね、うん、そんな個人名みたいなお店の名前って出していいもんなのかな。今出したばっかだけど。あ、確かに。そうだ、あの日高屋のチゲラー、うんうん、チゲ味噌ラーメンが出ると、うんうんうん、あ、冬だなって感じる。言ってたよね。そう、ね、言ってたね、この季節だみたいな。そうなの、そうなの。あ、来た来た来たっていう。昨日食べてたもん、ね、そんな詳しいんだと思ったもん。知らなかったかも。毎年楽しみなの、うん、そう、あの最寄りにも若干離れてるけどあって、うん、そう、うん、でそこをたまに遠目で見ると、うん、あの看板があるの、うんうん、あ、はいはいはい、そう、チゲ味噌ラーメンみたいな、うんうん、めっちゃでっかいよね、あれね。あ、行きたいなってなるもん。食べたくなるよね、うん、そうなの。寒いから、よいじょただでさえラーメン好きなのに、うんうん、なんか冬の日本回しの時とか、うんうん、なんかラーメン率、うんうん、そうやね、高いよね。高い高い。でも鍋食べたい。鍋食べたい、ずっと言ってるよね、うん、鍋行きたいってね。鍋っぱもしたい、うんうん、マジでいいね、いいね、食べたい。え、ぜひ来て、行くわ、ぜひ来て、来てます。ぜひ次の日休みとかね。そうだね、いいね、いいね。ちょっと泊まらせていただいて、晩酌しながら。 あら、冬っぽいね。冬っぽい。冬っぽいわ。いいね、いいね。でも私、冬にアイス食べるの好きなんだよね。そう、今私言うよね、それ。なんか冬のアイスって格別。わかる、ね、去年食べたよね。食べ、ね、あのさ、月なんちに泊まりに来た時に、うんうん、寒くて確か、うん、あ、食べた。そう、格別やーって食べた。そうそう、写るんですね、写真撮りながら。そう、おしゃれだな、した気がする。すごい、食べたわ、懐かしい。ね、そうだね。私はみかんかな。あ、そりゃもうみかんよ。そう、この間さ、ね、大量にみかんがうちになぜかあって、うん、そう、うんうん、あ、それ食べていいからねって言われて普通に一人で食べちゃった。え、全部？そう、全部？そう、みんな食べないから。みかん食べすぎるとお腹壊すって言わない？え、手黄色くなっちゃうよ。あ、ね、そう、黄色くはなる。オレンジ担当だからいいんじゃない？うん、あ、そう、言われてみれば。配信でも、まあ、オレンジ担当がみかん食べるのなんか意識高いね。いじってるみたいな。え、水色だったら何なんだろう。水じゃない。たくさん水を。夏じゃない、水色だったら。あ、そうだね。確かに。ブルーハワイとか。かき氷？確かに、今はちょっと寒いけど。確かに紫ぶどう、あ、秋じゃん、秋、ね、さつまいものイメージかも、うんうん、紫。あ、私ナス出てきたわ、うん、ね、やだ。ナス嫌いなの。嫌い。ナス美味しいのに。白は、でも白、グラタン、グラタン、あ、シチュー、シチューね、大好き。あ、もっと白いのあったわ。大好き。冬だよね、シチュー。冬だ、確かに。食べました、一昨日。一昨日、一昨日、違うな、もっと前だ。食べた。めっちゃ美味しかった。いいな。え、シチューでさ、あれなんだけどさ、うん、シチューご飯にかける派の人？あ、許せないって人いるよね。私、パンにつけて食べたい派です。まあ、私、全部。全部？なんかご飯もパンもパスタとか。パスタ、うん、パスタもある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 。へぇ、私はご飯に乗っけてチーズやって、うんうんうん、なんかリゾットみたいにして食べるのが好き。へぇ、おしゃれ。食べてる。美味しいよ。いいな。私もあ、めっちゃご飯にかける派なの。カレーと同じ。この間さ、ちょうどシチュー作ったの私。そうそう、夜作って、うんうん、今日シチュー食べたって話したら、シチューにご飯は許せない派です。コメント来て。あるんだ、やっぱ。ね、いるよね、いるよね。一般、うん、私はさ、そうやってさ、あのね、生活してきたからさ、うん、だからなんか、え、違うんだって思っちゃった。ね、そう、なんかあんまりそういうのやめた方がいいよみたいな言われた時に、え、
やめた方がいいんだみたいな。やめた方がいいよって言われたの。うん、それはおもろいな。ね、そうだからあめっちゃ否定される。違うんだ、パン、あパンか、まあ美味しいよねどっちもね、うん、って感じで。そうやめた方がいいよ、面白い、やめた方がいいよ、うんうん、びっくりした。でもなんかあるよね、カレーとかもさ、うん、混ぜるのを嫌っていう人と混ぜちゃうタイプ、うんうん、私混ぜちゃうタイプ、うんうん、私も混ぜちゃうタイプ、それ混ぜてたね、そうだね。みんなでいた時ね、なんか私お兄ちゃんいるんだけど、うんうん、お兄ちゃんは混ぜないタイプなの、うんうん、で、うんうん、ご飯はご飯でも綺麗だから、うんうんうん、混ぜてないから、うんうん、めっちゃ食べた後のお皿綺麗なの。あーそうだよね、私混ぜて全面にカレーが広がってる状態だから、うん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 、ま、汚いのよ。汚いっていうか何て言うんだろう、カレーの、ね、カレーね、ルーがめっちゃついちゃってんのよ、うんうんうん、そうするとめっちゃなんかお前は食べ方が汚いって思って怒られた。そう、めっちゃ怒られた。嘘、え、みよどっち？ね、全部は混ぜないの、食べるところだけ混ぜて、分かる、分かる、食べるタイプ。はいはいはい、だからまあ言うたら最後的、最終的には混ざってるのか。まあそうだね、最終的には混ぜたまんまで終わるから。そう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 、確かに確かに、どっちもだわ私。なんか時と場合による、なんかさ、人とご飯食べ行った時とかさ、うん、相手がさ、うん、あの混ぜてなかったりしたら私も混ぜないかも、うん、合わせるんだ、すごいすごい、どっちでもいける、関係なしでもすんごい混ぜてたもんね、めちゃくちゃ。あ、混ぜるね。いやなんかそのミオタイプ、ちょこちょこ最初に混ぜながら食べるとか、うんうん、そのなんていう、ちょこちょこした作業が苦手ってなの、なんかもうめんどくさい、全部いいやみたいな、どうせ混ざるしみたいなね。あ、そう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 、うんうんうん、なんか足りなくなっちゃったりとかしたらね、うん、そうね、嫌だよね。そうなの、足りない、確かに足りない、確かに、最終的にご飯残るもん。あ、そう、確かにミオ残った、ルーが3つ残してたもん、うん、左右もそうだってね、うん、左右逆にご飯が3つ残ってて、左右とんでもない量のご飯残ってて、どんだけ、どんだけルー食べたの、どうやってミオからもらってちょっとあげるって言って、うん、ちょうど良くなってたけど、ね、ちょっと悪かったね、懐かしい、そうなんだよね、懐かしい ね、 ね、カレー食べに行ったね、ね、ね、噛みました、噛みましたね。私あのココイチデビューだったもん、それが、うん、そうじゃん、私も人生初だった、うん、一緒だね、うん、あれキララもだったっけ、うん、行ったことなかった、美味しいよね、ミオに隠れて、うん、なんかさゆがカレーめっちゃ好きじゃん、うん、そうね、だってなんか毎朝カレー食べて今日カレー食べてきた。ね、すごいよ、どんなに朝早くても今日朝ごはんカレーでしたって、うん、今日7時に起きてカレー食べたって言ってるよね。すごい、逆にココイチしかカレー食べないぐらいかも、たまに家のご飯でできるみたいな、でもお家カレーよりハヤシライス派なんで、そう、おいしい、全部おいしい、おいしいよね、学校のさ給食とかでさ、うん、めっちゃおいしくなかった、おいしかった、ね、あのご飯が麦だったの、あ、麦、そう、私も麦だった、うん、ちょっと覚えてないね、ハヤシライスなんて出たっけ、え、出た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 んだ、え、カレーも出た、カレーも出た記憶はある、どっちも、うん、あ、カレーもあった記憶ある、うん、うんうん、ハヤシライスなんておしゃれなものが出たのかな、え、出た、出た気もする、わかんないわ、地域によって違うとかあるのか、そう、あ、いや、ハヤシライス出てない、出てない、あ、出てないんだ、あ、だよね、そうなんだ、うっそ、じゃ出てないかも。あ、じゃ嘘。言ってない。突然口悪くなるやん。急に。急に。びっくりしちゃった、びっくりしちゃった。絶対びっくりするわ。でも給食だとなんかカレー出る日絶対ヨーグルトあった。うん、あ、私鈴木家そう。カレーの日ヨーグルト作る。うん。杉浦家牛乳だわ。うん、もう牛乳争奪戦みたいな、もう。取り合いになっちゃうぐらい牛乳ばっか飲んでた、みんな鈴木家も牛乳の消費、なんかさ、兄弟多いからなんかわかんないけどさ、そうなんだよ、牛乳の消費すごいんだよね、うん、なんか、あの、大きい、うんうんうん、なんていうんだっけ、1リットル、あ、そう、1リットルが、うんうん、もうお家に2、3本絶対にあるの、絶対ある、絶対ある、でもそのもう、1本は秒でなくなるから2本目すぐ突入しちゃうから、え、すごい、そう、ママが、あ、もうまた買いに行かないといけないじゃんみたいな言ってた、もうまた日本がいいかよって言ってた、でも前まではそうだったかも、最近誰も飲まない牛乳、ねえ、もう牛乳ばっか飲んでるかも、うん、牛乳大好き、美味しい、ね、わかんない、でも確かに給食、うん、小中学生の時牛乳のおかわりじゃんけん絶対参加してた、してた、うん、してないわ、してないわ、ね、残してたわ、か友達とかが飲めない友達がこっそりくれるとか、そう、今日はどうせ飲まないでしょうでしれっと私の机に置いてくれて、それが3本並んでるみたいな多いな感じだった、へ、そうそうそう、
いいね。懐かしい。懐かしいね。冬の話から給食の話いつの間に食べ物の話だったからね、うん、そうなっちゃったんですけど、はい、はい、ということでここでもう一曲曲を聴いてもらいたいと思います、うん、恋と不思議なチューインガム5から2曲続けてどうぞ。
い、そしてね、先日もう本当ちょっと前か、うん、滋賀遠征にね、初のよよじょさん行ってきましたね、うん、すごい。おとといか、おとといよ、おとといだ、おとといだ、まだ、うん、すごいなんかドタバタして ね、うん、大変だったけども、あこちゃんは体調がね、あれでね、元気でよかったよ、よかった、ありがとうございました。ね、3人だったんだけどさ、うん、ね、なんか思ったより、あの東京からうん、ニューゲストさんもみんな来てくれたり、そう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 、たくさんいてとか、ね、京都とか、前回京都行ったじゃん、うんうんうん、の京都で出会ってくれた方とか、うん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 、あと何、愛知の方とかね、うんうん、そう、その付近の方もみんな遠征してくれたりして、うんうん、大阪とか、いいね、初めて養生を見てくれて特典会来てくれた方もみんな優しかったよ、うんうん、ね、そうなの、優しかった、うん、超あったかかった、ね、めっちゃあったかい場所だなって思った、うんうん、でも最初はどこにライブハウスがあるんだろう、なんかおしゃれなレストランあるねみたいな行きたかった、あの可愛い、可愛かったね、みたいなところ、うんうんうん、確かにカフェ&レストランって書いてあった、これなんかさ、おしゃれそう、うん、なんだっけ、電車乗って思ったのがさ、うん、東京の電車ってさ、なんていうの、こう、はいはいはい、はい、あ、はい、壁際というかね、壁際沿いじゃん、うん、ボックス席だったじゃん、ね、うん、私は、ね、あのそっちで育った側だったから、なんか、うんうん、なんかもう JR と言ったら、うん、もうあのこうじゃなくて横みたいな、うんうん、それ以外は地下鉄とか、うんうんうん、そういうのは結構全部なんか東京の電車って感じだったんだけど、うんうんうん、そうなんだ、そう、もうあれが基本だったから、友達が多かったらみんなで椅子の向きを変えて4人で座って、変えてる高校生行ってさ、うん、慣れてたよね、そう、え、カジャン、え、え、つってわかるわかるわかる、なんか新幹線とかでしかあんまり見ない形だから、うん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 、すごいってなった、うんうん、しかも電車の中から見える自然がのどかだったね、あんまり私は記憶にない、そう、月菜ね、めっちゃ寝てたここがね、キララと私隣で、うんうん、前に月菜が座ってたんだけど、うんうん、で、写真撮ってたの、うんうんうん、ずっと寝てた写真が寝顔しかない見て、なんか最初は見たあの、まだギリ起きてる時は、うんうん、あの、あ、多分こっちにカメラ向いてるなって思ったのうんうん、うん、でもその後からはもう寝ちゃってたね、曲だから寝ちゃってためっちゃのどかだったね、楽しかったよね、楽しかった、なんだかんだバタバタだったけど楽しかった、うんうん、本当に、うん、ライブも思ったよりたくさん人を見てくれたから、うん、そう、楽しかった、ありがたいですね、よかった、ありがとうございました。また次はね、5人とかで行けたら、うん、そうだね、次こそは、次こそは、うん、行きたいね、大阪も行きたい、行きたい、ね、行きたいね、なんかあと一歩だよね、そう、ね、もう京都とか滋賀とかみたいな、うんうんうんほぼ隣だしみたいな、うん、行ける行ける、あと一歩で行けるね、行きたいね、大阪ね、大阪も進出して、うん、行きましょう、行きたいね、そうだね、行きましょう、行きましょうえ、じゃあ話変わる、そうだね、そっちの方が話すこと多そうじゃない、遠征の行きたいところあんまり出てこなかったなと思って今、あの仙台とかもまた行きたいし、うん、そうだね、今はね寒いから行けるか分かんないけど、うん、そう、なんか東北も行きたいし、うん、北海道も行きたいし、うん、なんか九州とかもどんどん行きたい、うん、確かに、うんうん、そうっていう内容と思った、うん、あ、思ってた、よかったよかったよかった、仙台行きたいね、行きたい、行きたい、ね、結構東北にもさ、なんか来てほしいって言ってくれる方いるよね、嬉、ね、うん、しい、うん、マジで行きたい、うん、そうだね、会いに行きたいです、行きましょう、行きますね、頑張りましょう、回りたい、じゃあ話は変わらせていただきます、はい、変わらせてめっちゃ話変えたい人いるもうね、今年も残すところあと1ヶ月ちょっとだ、1ヶ月と10日、やばい、やばいね、ちょっとね、気は早いのかな、うん、早いかもしれませんが、今年はどんな1年でしたか、うん、濃かったね、でも濃かった、濃かったよ、まずはでもやっぱりね、うん、恋と不思議なチューイングガムじゃない、うん、リリースしてね、確かに、うんうん、それがやっぱり一番のね、思い出、ね、なんかリリーベもたくさん、なんか長い期間やったよね、リリーベ長かったね、結構長かったかも、ね、そう、リリース日がさ、3月とかだったけど5月ぐらいまでリリーベやったりしたし、うん、やったよ、そうだそうだ、うん、あとオリコンデイリーランキング3位、よいじょ史上最高そうだね、しかもそのタイアップもあったじゃん、うん、今回、うん、そう、だから、うん、それも含め本当に濃かったなって思う、ね、恋中が、うん、本当に
一応だって地上波デビューしたってことだもんね。ね、バラエティのエンディングに ね、そうやらせてもらって、でも歌番組にも出たいなって思う。めっちゃ出たい、ね、憧れだよね、うんうん、本当になんかもう、うん、紅白とかねだったいね、ね、でもなんだっけ、そのさ六本木たちがテレ朝、うんうん、さんのビジョンで恋中流して、大きくね、うんうんうん、もらえた、一緒にね、そう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 、言ったけど、めっちゃね30分ぐらい待ったよね。そう待って、うん、めっちゃさ動画こうやって回してさ、うん、そう、あーね、どうかなみたいな、もう流れた瞬間感動、うちらの本人なのにね、そう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 、めっちゃでかいんだよ、その前で踊ってた3人で、でミオのタイミングがみたいな、そう、でなんか流れる秒数が決まってて、うんうん、でちょうど私の落ちサビ前の、あれ落ちサビ後、あれ、うん、落ちサビ、あ、うん、うん、そうかも、あと今伝えられたらの前で、うん、そう私のいいところで切れてミオが崩れ落ちるっていう、しかもその前に出させてもらったあの I Just Like You が新宿のビジョンで流れた時も、うんうんうん、私のいいところで切れて、うんうん、崩れ落ちるっていう、なかなかねタイミングがね、もしさ次そういうことあったらさ、うん、また私のところで切れるのか、確かにええそんなことないよ、逆にすごいけどね、なんか逆にいいのかな、もはやもう才能だよそれは、うん、すごいよ、動画何回見ても面白いよね、うん、面白い、あとなんかそのなんか個人のソロになった瞬間に、うん、その私行って、で月菜だったのかな確か、うんうん、順番でミオが動画こうやって撮ってくれてて、うん、私がこうやってやったら次月菜すぐになっちゃって、うんうん、あこちゃまあこちゃまどいてはいすいませんって言って命がけいやもうこれを逃したら次いつ流れるか分からないから、うん、ないから早くそうだよ、ね、なかったんだもんね、なんか何時にどんぐらい流れますみたいなのがなかったんだよね、そうなの、そうなの、うん、それがめっちゃ惜しくて私ずっとそれ今でも見てもめっちゃ笑ったんだよね、早くやってくれどうやって、私もはいすいませんかわいい、面白かった、後ろ姿、うんうん、で見てのこう置いて踊ってたんだけど、うん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 、私めっちゃ棒立ちして見てたの、うんうん、で、なんか月菜ちょっと踊ってたの、うんうん、ガチで踊ってる本気嬉しくて踊ってて、結構人いたんだよ、そこ、あ、そうなんだ、そう、なんか人いたよね、いたでもそれお構いなしにもうね、うん、テンション上がっちゃって、うん、そうしかも後半はもうあっこのその踊ってるのに、うんうん、あの我慢できなくて、うん、月菜もちゃんと踊っちゃう、踊ってたちゃんと踊ったよね、踊っちゃうよね、踊っちゃう、ずっとわちゃわちゃしてたね、うんうん、キャ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 そうなの、ありがたいことだしね、あとカラオケでもね恋中が歌えるようになった、みんなで行ったね、行った ね、 ね、懐かしい、歌ったよね、マイク2個でさ頑張ってさ頑張って回して回して回した回した、え、めっちゃ覚えてるのがさ、ミオ、うん、ちゃんが、うんうん、あのみんなすっぴんっていうかもうボロボロの状態だったんだけど、ミオ、うんうん、ちゃんだけ絶対にカメラの中に映ろうとしないのちょっと無理っつって顔があってそう手だけ、ね、手だけ手だけやろうあったね、懐かしい、懐かしいね、めっちゃ懐かしい、でもあとあれじゃない、うん、なんか、うん、友情としてさこの5人で一番大きいステージに立てたの、うん、在庫フェス、うんうんうん、そうね、9月か、9月だね、そうだね、9月の初めだ、3日ですよ、うん、あなたの生誕の日だ、いいんだ、覚えてる覚えてるそのロードモバイルっていうさゲームやらせてもらったじゃん、うんうんうん、でもなんか前結構さこの話さラジオでするけどそのね、そうだね、うんうん、でも何回も話しちゃいたいぐらい、うん、なんか、うん、楽しかった、ね、コロナにもなったしね、そうなんだよね、アマちゃん今年の思い出バトル中にね、本当に本当にコロナ全員なったもんね、うん、全員なった、もうだって画面見えなくなるんじゃないかぐらいまでもう画面をずっと見てて、うん、もう熱も高いのにみたいな、そうなの、なんかもう意識コロナの頭痛なのか、うん、携帯見すぎの頭痛なのか分からん分からんみたいなぐらい一日ずっと、でも逆にコロナになってライブとかお休みしちゃった分、うん、あのゲームに集中、うんうんうん、よく言えば、うん、そうだね、確かに、だからローモバめっちゃ成長できたから、うん、確かにね、っていう風になんかめっちゃポジティブに考えてる、うん、確かにそうしよう、ポジティブじゃないとね、そうそうそう、うんうん、立てたしねステージに、そう、いや本当にね、あれはもうね動画とか見たりしてさ何回思い出しても
感動する、ねね、あの景色ね、うん、すごかったもん。サイリウムいっぱいで ね、 ね、また見たいね。出た瞬間にね、すごかったもんね、うん、人かった。私も危なかったよ、もう。私も泣いちゃいそう。私ももうここに全部溜まってた。そう、わかる。そう、ずっと視界ぼやぼやしてた。何も見えない。ほんとに。でもここで泣いたら絶対自分高音出ないわ。確かに確かに、ライブに支障出ちゃう、パフォーマンスに支障出ちゃうから。ここではパフォーマンスで残さなきゃダメだと思って、うんうんうん、めっちゃ涙我慢してた記憶ある。懐かしい、うん、またね、ああいうなんかステージに立てたら、うんうん、でもなんかそう考えたらめっちゃなんか飛躍の年というか、うん、なんかちょっと一個ステージ上がれた感じがする。確かにそうかも。でも当たり前になりたいよね、これがね。そうだね、ね、ね、うん、本当にそれはマジで、うん、感動だったもん。なんかバトルで出るんじゃなくて、もうそう、呼ばれる、ね、呼ばれるように、うん、バトルに出るなりたいよね、うん、本当に。へえ、もう終わっちゃうよ、今年1年。早っ。早いね。早いね。だってこの前もね、さ、暑とか言ってさ、夏じゃんみたいな話してたじゃん。秋来ないやんとか言ってたのに。冬だよ。もう寒い寒い。寒い寒い。ね、冬の話したしね、今日。ね、確かに。やばいよ。うん、やばい。でも夏、あれ、夏の思い出あれかも、うち。なんだっけ。野外やったじゃん、大きいの。あー、イベントね。うん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 。あー、お台場、うん、暑かったけど、なんか楽しかった。確かに、なんかあんまりフェス出る機会が余裕ないからね。ああいうフェスみたいなの、楽しかったかも。確かに確かに。そう思えば。そう、あとね。うん、あ、ちょっと今、話を一応合わせといて。どれかな。そう、あれだよ。え、お台場のやつ。え、え、分かってない？分かってない？私分かってるよ。ああね、そうだよね、うん。じゃあ後で教えてもらおうかな。出たのに。そう、いやでも楽しかったね、いろいろね、本当に。なんか濃かったよね。しかもなんか今年っていうか、うん、まあ、ここ最近の遠征がって感じだけど、うん、なんか日帰りとかが多いじゃん、うんうん、確かに。そう、ね、そう、なんか私たちがさ、前、うん、遠征の話するときってさ、うん、なんかホテルでお酒とかお菓子買ってみたいな話をしてたけど、うんうん、なんか、うんうん、最近は逆にそういうなんかゆっくりってよりかは、うん、めっちゃハードスケジュールで地方行くみたいなことが、うんうん、多い気がする。確かに。あとなんか交通のさ、うんうん、なんていう、便、うん、で巻き込まれること多かった気がする。そうだね、確かにね。ゆうじょさん何かしら起こるから。そう、遠征で何かしら起こる。難しいね。ね、難しいね。帰れなくなっちゃったり。あ、去年、それはもう去年だ。去年だと思う。去年か。去年だ。あっこが号泣したのは去年だ。え、去年だっけ。去年、去年。そう、そのあっこがさ、泣くことが減ったんじゃない。確かに、うん、減ったかも。なんか、いや、そんな感じじゃないですよ。なんか、初めて聞いた人、こいつすぐ泣くんかみたいなさ。あっこ泣きがちはあるよね。うん、あれじゃあるあるで。表情豊かってだけでやって、あの、はい。泣き虫じゃないです。泣きがち。これだけは言わせてください。泣き虫ではないです。え、みんなが泣くの我慢してるところで、ちゃんと泣いてくれる。そうなの。涙もろいのあるかも、ね。いや、わかるわかる、うんうん、そう。逆に笑顔になっちゃうもん、それで。ね、なんか、うん、私だけずっと泣いてるみたいな。そうなの。だからなんか、私も泣きそうだったけど、私以上に泣いてる人いるから元気になったの。え、そうなの。そうなの。そう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 、感じなんだよね、いつも。いやでも確かに、うん、そう、うん、なんか自分よりさ、うんうん、なんか泣いちゃってる人見るとさ、うん、なんか大丈夫みたいな。そう、なんか戻れるっすね。ね、わかる。だからその気持ちも一旦冷静になって、うん、そうなの、そうなの。なんでこんなにこの人は泣いてるんだろう。なんかね、見ちゃうよね、そうやって。わかる。ねえ、懐かしい。去年なのか、それは。去年だね。そっか、あ、そっか、あっという間やな、ね、そうだよね。だってさ、アイジャストのさ、うんうん、MV 撮りに沖縄まで行った時もさ、うんうん、あの激辛食べてあっこ泣いたじゃん、うんうん、でもそれも去年なわけじゃん、うん、去年の5月とかでしょ、だって多分、うん、そうだね。で、そのちょっと後の名古屋遠征の帰れなくなった時にあっこ泣いたから、うんうん、めっちゃあっこその時泣き虫期間みたいな。泣き虫期間。泣き虫期間。でも激辛のやつは、うん、食べたくないって言ったんだもん。全然食べたくなかったよね、あれね。そうだよ、そうだよ。わあ。で、じゃんけん負けてあこが食べる。残り少ないからみたいな感じで、じゃんけん負けた人が食べよう。食べようぜ。絶対嫌だったもん。一番嫌がってたあこが負けちゃった。あとそれ多くない？一番嫌がってんのにじゃんけんとかで負けちゃったのに。かわいそう。めっちゃ嫌がってんのに。優しいからさ、折れてくれるんだよね、しかもちゃんと。うんうんうん、
だからなんかなん、ね、この間も話したかもだけどさ、うんうんうん、あの2時間3時間歩こうぜってなった時も あっこだけ歩きたくないって言ったのにそうそう1、2本目がすごい時間空いてたから、うん、余裕で3時間ぐらい歩けちゃうんじゃないって言って、うん、歩いたらもう全然もうどん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 到着時間伸びちゃって、どこここみたいな結局アッコの言うことに従っておけばよかったみたいな、ね、いやだってさライブとライブの合間さそんなさ歩いて疲れちゃうじゃん、うん、ね、うん、でもライブ超元気だったよ、めっちゃ超元気それも多分違う意味で、ね、いっぱい歩いたからすごい喉開いてたし、ね、めっちゃ歌いやすかったもん、そう超声が出た、そう懐かしい、懐かしいわ、懐かしいね、いろいろありましたね、また歩こう、うん、確かに歩きたい、歩きたい、ね、歩きたい、あと運動会したい、ちゃんとしたやつ、ちゃんとしたやつで、うん、そう運動会したい、じゃあみんなちょっとスニーカーで来てもらって、そうだね、そう、うん、あでもなんか気持ちスニーカーで行くこと増えたかもしれない、え私も私のスニーカー持ってるもんね、私買ったもんスニーカーえ歩く気満々やそうそうそう、歩いても大丈夫なように、うんうんうん、電車で行かせて電車で行かせてよ楽しいんだよね、そうなの、しかもさ、ね、なんか交通、あこれ言っていいのかなどうなんだろう今ちょっと聞こえた感じ、まあ、まあ、うーんぐらいかななんか歩く理由を、うん、歩く理由にするためにまあ交通費浮くしねとかなんか結構さ、うんうんうん、そうやって言ってるじゃん、言ってる、でも結局あのどっか寄って、ね、例えばスタバを買っちゃうとかアイスを買っちゃう全然結局意味がないっていう、絶対電車で行った方が良かったよって結果になるんです、そうなんだよねでもみんなで歩きながら、うん、なんかお菓子食べたりとか、うん、お話しながら歩くのが好き、うん、その時間が好き、楽しいよね、そうなのそうなの、夏じゃできないじゃん、そうなの、暑いから、ね、夏は絶対嫌、確かにこの時期とかいいの、夏に歩くとか言われたら本当に、うん、もう私も溶けちゃうし、いいよって夏は、うん、みんなで行ってきてってなるわ、さすがに、そうそう、行ってきて、ね、それでも行っちゃいそうだよね、行っちゃいそう、暑いとか言うから言ってそうマジ暑いんだけどって、あこだけ超涼しい顔してるいや分かんない、私も結局もう折れて一緒に行ってるかもしれない、折れてそう、とか言ってそう言ってそう言ってそう、もうマジ疲れたありそうだね、絶対あるあとなんかあるかな、なんかあった、うーん、そうだね、でも初遠征だった場所が京都と滋賀だった、多かったね、うん、京都もあったけじゃん、うん、名古屋も最近行けてないから、そうだね、確かに、ね、名古屋行きたくない、行きたい、うん、なんか前までは名古屋と仙台が多かったけど、うん、そうね、最近行けてないよね、うん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 、行きたい、めっちゃ恋しい、うん、恋しい、恋しい、名古屋って今寒い、あーでも、うん、この前帰った時はこっちよりは寒く感じたかも、そうなんだ、うん、気はする、意外とさ、分かんなくない、うん、こっちより寒いとかあんま分かんなくない、分かんない、なんか私、うん、そう滋賀行った時もさ、なんかあったかい格好で行ったの、滋賀って意外と雪国だよって言われたから、うん、そう、あったかい格好で行ったけど、なんか東京も寒いし、うんうんうん、どっちも寒くないでもなんか滋賀の友達が言うには、うんうんうん、本当地域によって雪がめっちゃ降るところと、うんうんうん、別にそうでもないところがある、ああそうなんだ、そうそうそう、地域によってなんだね、って聞いたから、なるほど、ね、へーみたいな、仙台は絶対寒いもんね、あ、仙台寒いね、寒いね、でもさ仙台めっちゃ寒いって聞いてたからめちゃくちゃもっこもっこだよ、何枚着てきたんだっけあれえもうめっちゃ着てたよ、パーカーとか、ね、そう多分てた、ね、私たち極端なんだよね多分ね、多分そうかも、そうそう、めっちゃ暑かったもんね、うん、暑かった、暑い寒いって言ったじゃん全然寒くないじゃんみたいな、ね、懐かしい、ね、懐かしいね、また仙台も名古屋もね、うん、いろんなとこ行きたいな、いろんなとこ行きたいね、うんうん、沖縄も行きたいな、うんうん、沖縄、沖縄行きたいね、沖縄ね、え、でも普通に、うんうん、あのメンバーでなんかちょっとあの遠征と関係なくなっちゃうんだけど、うんうんうん、ディズニーとか、うんうん、ユニバとか行きたい、なんか遊びにも行ってみたい、わかる、なんかそれこそ、うんうん、遠征ってさやっぱりライブもあるから、うんうんうん、なんか観光はできないじゃん、うんうん、そんなに、そう、そうだから普通にみんなで旅行とかも行きたい、ゆ、うん、っくり、そうそうそう、いろんなとこ行きたいもん、ないもんね、うん、普通にないよね、ないってことね、全員で5人でどっかこう出かけあるっけ、ないね、そのもう延長線じゃない、うん、遠征でここに行って自由時間でみたいな、うんうん、自由時間もさ、うちらもう本当に
お菓子買いに行く確かに夜中でお菓子買いに行く、ね、観光地に行くみたいのがないよね。ない確かに、ね、か名古屋に行けてもなんか、うん、なんか名古屋らしいのあんまりね見てない。確かに、うん、そうそうそう見たい ね, ねちゃんと見たい、はい、ぜひ、ね、うん、そうママがあのこの前ママと電話した時に、うんうんうん、もしまた名古屋遠征あるんだったら、うんうん、あのメンバーだけでも泊まりきっちゃえばいいじゃん、うんうん、めっちゃ行きたい来たい来たいいですか。でも、うん、来てってママがむしろめっちゃウェルカムだったから、多分地元の方だから絶対いらないけど赤服とか持ってくわ買えるんよどこでもどこでも買えちゃうかもしれないけど持ってくわ自分が住んでるところのなんか有名なものでも持ってくわ。確かに確かに東京のね東京バナナとかじゃ持ってくわ、ね、なんか確かに確かにあのクッキーとか持ってくぜひ。え、めっちゃ行きたい。じゃあ地元観光してください。本当に紹介してほしい場所。いや本当にそう、うん、紹介してほしい。そうなのそうなの。え、あ、もうこんな時間なんだ。そうなんだよ、なんだかんだね。もうなんか終わりの時間がやってきちゃうみたいです早い、ね、まあ、でも、うん、もう11月後半、うん、残り1ヶ月もね、うん、ぜひ楽しんで、うん、友情と一緒に過ごしてくれたら嬉しいなと思います。はい、お願いします。お願いします。お願いします。はい、あ、今感想だったんだ。うん、感想まとめてくれた。すごいナチュラルな入りだったね。うん、はい。え、やっぱ、え、もう言っちゃってくれてたな、全部。まあ、でも、うん、うん、うん、総括しちゃった。総括だったね。うん、本当に残りの1ヶ月も、うんうん、来年も、うん、いっぱいね、まだ来年もいっぱいね、これからの予定がね、うんうん、まだみんなには言えないんですけど、あるので、うん、それにも期待してもらって、そうね、ね、いっぱいこれからも思い出作っていけたらなって思います。はい、お願いします。お願いします。お願いします。いや、もう本当になんか話しただけで、あ、今年いろいろあったんだなって思うぐらい、うん、ね、なんか大きいイベントもだし、うんうん、いっぱいライブ、普通のね、対バンみたいなのもいっぱいやったけど、うんうん、なんか今年はね、まあすでにいっぱい予定決まってるけど、うんうん、なんか来年とかもっと後々なんかまたワンマンとかもやりたいし、うん、みたいな、ね、いっぱいやりたいことたくさんだから、なんか、あ、なんか来年の抱負みたいになっちゃってるけど早いね。まあでもね、今年ね、うん、とりあえず今年はなんか今以上になんかもっとパフォーマンスとか楽しいライブを届けられるようにね、研究して頑張りたいので、ついてきてくれたら嬉しいです。はい、はい、お願いします。はい、ラストみよちゃん、はい、みよちゃん、なんか本当に最初も言ったけど、うん、濃くだって、濃くてさ、うん、あっという間の時間だったじゃん、うんうん、本当になんかいろんなことがあって楽しかったし、うん、だから来年もね、もう、あ、多分来年の抱負になっちゃう。そうなの、そうなの、うん、そうなんだよ。時間がないので簡潔にいきます。楽しんでいきましょう。うん、はい、以上。はい、以上。はい、簡潔。はい、ということで、それでは最後にこの曲を聴いてください。山の手ガール。
い、次回は12月19日月曜日、ここクロス FM で午後5時から2022年最後の公開生放送をお送りします。 88.5 メガヘルツ、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ありがとう、バイバイ。